どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日もね、動画ご視聴いただきまして、ありがとうございます。ということで、本日はですね、先日ね、ANA JCB ソラチカゴールドカードの最大23万マイル超えのですね、スーパーキャンペーンが来ましたということで、解説ね、こちらで出させていただいたわけなんですけども、なんとですね、新規受付一時停止がね、発表されてしまいました。いや、こちらね、私もね、あの、過去最大級のね、今回のキャンペーン非常に強いので、 ちょっと危ないんじゃないかななんていうふうに思ってたらですね、なんとね、新規受付停止。まあ一応再開するみたいなんですけども、一般カードの空地か、またゴールドの空地かね、どちらもね、受付停止になってしまいましたので、現時点でですね、ANA JCB の普通のゴールドカードに関してはですね、まだね、受付停止になっておりませんので、ひとまず今回の動画では、このね、ANA JCB ゴールドカードの新規入会キャンペーンね、解説やっていきたいなと思います。 ということで、いやね、非常にびっくりでしたね。今日のね、動画でももしかしたらね、公式のキャンペーンの方が危ないんじゃないか。まあ、ポイントサイトの案件ももう、申し込みサットでね、枯れしまってえ、ポイントサイトの案件もなくなってしまいました。 で、今回ですね、JCB のソラチカゴールドカード、一般カードの方が受付停止。一応再開予定みたいなんですけども、現時点ではね、ちょっと分からないっていうふうになりまして、こちらね、ソラチカゴールドカードの方が、まあ最大23万マイル超えになるわけなんですけども、普通のゴールドカードもですね、一応20万マイルはね、取れる、まあ、キャンペーンがね、今も、えー、申し込むことができるっていうふうになっておりますので、今ね、ANA アアメックスもね、新規入会キャンペーンやっておりますし、ANA ダイナ a スもね、キャンペーンやっている わけなんですけども、まあ、どもももちららねねね全部合計しても、ね、14万マイルぐらいなんですよ、ね、ですすよので、今現在ですね、一番おすすめなのは、空、ま、地、あ、カゴールドカードがね、申し込みできなくなってしまった今、ANA JCB ゴールドカードがね、一番いいのではないかと思いますし、このね、空地カ申し込みたかったって方もね、いらっしゃると思いますので、今回ね、ANA JCB ゴールドカードの方をね、紹介していきたいなと思いますので、もしね、発行したい、今回のキャンペーン利用したいっていう方は、 もうね、早めにね、申し込みしていただければなと思います。まあ正直ね、こちらもね、一応20万マイル超えておりますので、まあ終わってしまうかもしれないっていうふうにね。 思いますし、空地カゴールドカードの方がね、まあこれがね、ちょっと復活したらね、申し訳ないところなんですけども、いやね、どうなんですかね、ちょっとこればっかりは、まあ皆さんご自身でね、判断していただければなと思うわけなんですけども、ひとまずね、ANAJCB ゴールドカードね、新規入会キャンペーンね、まとめて解説していきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらがですね、ANA JCB クレジットカードの公式サイトになるわけなんですけども、こちらですよね、ANA To Me カードパスモ JCB シリーズ、空地下カードの一時受付停止についてということで、ご好評につき ANA To Me カードパスモ JCB 空地下カードは新規入会申し込みが予想以上大幅に上回る状況となり、当該カードについて、 新規入会受付を一時停止することになりました。受付の再開につきましては、目処が立ち次第改めてご案内申し上げますということで、まあ一応このキャンペーンね、9月30日までね、行われるっていうふうになりますので、もしかしたら来月とかにね、復活するかもしれないので、まあどうしてもね、あの、このゴールドカードと空地下ゴールドカード、もらえるマイルが3万マイル程度違いますので、まあどうしてもそっちがいいよっていう方は、 あの、しばらく待って申し込みしていただいて、いや、今回ね、もうちょっとこの JCB のゴールドカードも心配だっていう方は、申し込みね、していただければっていうところなんですよね。まあ正直これはね、どっちに転ぶかわかんないですけど、この書き方だとね、一応再開しそうな感じはするんですけどね。まあ正直こればっかりはわかりませんので、ポイントサイトの案件もなくなってしまったところを見ると、ちょっと再開で私はしないんじゃないかっていうふうに思ってるんですけども、まあこれはね、皆さんのご自身の判断でえしていただければなと、 思います。で、今回ですね、ANA JCB、前回ね、空地下ゴールドカードをメインでね、話させていただきましたけれども、今回ね、ワイドゴールドカードで話していきたいなと思います。で、まずですね、 新規入会キャンペーンなんですけれども、入会で2000マイルがね、もらうことができます。で、またね、前回もこちらやりましたけども、ANA JCB ゴールドカードのキャンペーンですね、条件が3つありまして、お知らせメール配信の設定ですね、カード申し込む際に、申し込む申し込まないっていうね、このお知らせ配信を申し込むにね、設定してください。で、次にね、エントリーですね、こちらのキャンペーンページからですね、エントリーしていただいて、今回のキャンペーンね、非常にマイルの格闘多くなっておりますけども、 a n 側のキャンペーンまたね jcb カード側のキャンペーン両方ともエントリーが必要になりますのでこちらで、ね、忘れずにエントリーねしてくださいで3つ目ですね by jcb にログインということで jcb のねあのカードの明細とかねこのうちマイ jcb で見るんですけどもまあ、こちらに、ね、ログインしていただく必要がございます全部でね3つこのよう 利用していただいて、さらにね、条件を達成すると、今回のね、このキャンペーンマイルがもらえるって言った形になります。で、こちらのね、詳細なんですけども、まず一つ目ですね。今回、ワードカワイドゴールドカードでね、話させていただきますけども、30万円以上で2000おきどきポイント、6000マイル相当、70万円以上の利用で、 ドキドキポイント9,000マイル相当100万円以上の利用で8,000オキドキポイント2万4,000マイル相当150万円決済で1万2,000オキドキポイント3万6,000マイル相当250万円決済で1万7,000オキドキポイント5万1,000マイル相当ということで受付停止になってしまったソラチカカードとワイドゴールドカードをもらえるポイントは一緒なんですよねですけどもソラチカゴールドカードの方はまあこのソラチカルートっていうね おきどきボーナスポイントでこちら付与されるわけなんですけども、これをね、ANA マイルに交換するときに、直接ポイントをね、ANA マイルに交換するのではなくて、高級メトロポイント、そこから ANA マイルでね、交換していただくと、1.5倍でね、交換することができますので、76,500マイルぐらいにね、交換することができたわけなんですよね。まあで、このね、ワイドゴールドカードだと、そのルートがね、たどれないっていうふうになりますんで、まあ、そのままね、ANA マイルに交換していただく必要がございますけども、最大体ね、5万1000マイルが 獲得することが。 できます。これが JCB 主催のね、キャンペーンって言った形になります。で、またですね、ゴールドプレミアムカード限定ということで、さらに300万円までね、利用していただくと、漏れなく5万マイルということで、これもね、非常に強いですよね。ワイドゴールドカードとソラチカカードとプレミアムカードがね、こちら対象になるわけなんですけども、250万円ね、ここで決済していただく必要がございますけども、さらに50万円詰め上げれれば、5万マイルがね、獲得することができるって言った形になります。で、まずね、この の250万なんですけども、入会期間が7月の1日から9月の30日、カード利用期間が7月の1日から2020年12月31日、ポイントプレゼント時期は2025年3月末日に予定されております。こちらはおきどきボーナスポイントで付与されるって言ったがになります。で、このね、もう1個の300万円の方に関しては、ANMILE にね、直接 付与されるって言い方がちになります。で、もう一つですね。ANA 側のキャンペーン。それがね、こちらになりまして、ソ空地下ゴールドカード、ワイドゴールドカードはこちらになるわけなんですけども、150万円以上決済していただくと、7万マイルが獲得することができるって言い方がちになりまして、こちらの利用期間は7月の1日から11月の30日、マイル積算時期が2025年3月末って言い方がちになります。まあ、 こちらね、150万円で、JCB 側のね、キャンペーンは300万円という風になりますので、普通に使っていただくとですね、自動的にこちらもね、達成になるわけなんですけども、このね、ANA 側のキャンペーンなんですが、公式サイトがね、こういった形になっておりまして、エントリーがね、こちらも必要になります。ANA のゴールドカードということで、7万マイルね、150万以上利用していただくと、獲得することができます。注意事項としては、エントリーが必要っていう点と、ANA のね、 クレジットカードっていう風になりまして、こちら下の方に書いてあるんですが、えこちらね、下記の場合はご利用金額対象外といたしますということでえ、電子マネーね、カードに付帯している電子マネー、楽天エ d ィ、パスもスイカ、ニモカなどの利用分、こちらは対象外って言ったらちになります。またね、年会費各種手数料とかも対象外になりまして、一番注意していただきたいのは、こちらですね、ANA、ペイのチャージに関してもカウント対象外っていう風になりますので、 300万円のうち150万円はこの ANAPay のね、チャージ金額っていうのはカウントに入りませんので、この点だけね、注意していただければなと思います。まあ、こういった形になりまして、全部を合計すると、 こういった形になります。まずね、新規入会で2000マイル。ゴールドカードなんでね、新規入会で2000マイルが獲得することができます。で、マイトモプログラムで2000マイルですね。こちらは既存会員の方から紹介コードと名前を事前に申請していただくと、申請するだけでプラス2000マイルもらえちゃうっていうね、非常にお得なキャンペーンになっておりますので、概要欄に載せておきますので、ぜひね、利用してください。 で、申し込む手順としては、マイトモを登録して、公式サイトから新規入会でカードを発行していただいて、決済していただくって形になります。で、次に JCB 側のカードキャンペーンが300万円決済していただくと、通常ポイント分300万円で1%還元で考えると3万マイルがね、獲得することができます。で、キャンペーンの得点1で5万1000マイル相当のおきどきポイントがもらえて、得点2で こちらは300万円以上の決済で5万マイル。こちらは ANA マイルに直接ね、付与されるって言った形になります。で、ANA カードキャンペーンで150万円決済で7万マイルを獲得することができるって言った形になりますんで、合計すると20万5000マイル獲得することができるって言った形になるんですよね。ですので、今回のキャンペーンですね。ちょっとね、前回のソラチカ,カードのね、キャンペーンだと23万3440マイルね。 あの、キャンペーンが始まってすぐね、申し込んだ方は、このポイントサイトの分とかね、取ることができましたし、またね、先ほど言ってると思うんですけども、お々き,きボーナスポイントの部分を、東急メトロポイント経由でね、交換することができましたので、マイルのね、獲得が3万マイルぐらいね、多く、えー、獲得することができたわけなんですけども、まあ、その分がね、ちょっとなくなってしまって、まあ、20万5000マイルがね、獲得することができるキャンペーンっていうふうに、 なります。ですので、今回ね、ソラチカゴールドカードね、えー、終わってしまって、申し込みたかったよっていう方は、まあ、こちらでね、利用していただくのも、まあ、20万枚を超えてますんでね、全然いいと思うんですけども、ソラチカゴールドカードはね、正直いつね、復活するか、わ、えー、かりませんので、 まあ復活すればですね、まあもちろんね、このマイルぐらいは、まあ取れるのではないかと思うんですけども、ポイントサイトは多分復活しないんじゃないかと思いますので、まあ大体3万マイルぐらいはね、多くこっちの方が取ることができるかもしれないっていうところですね。まあ正直再開自体はね、あるかどうかわかりませんので、まあ現時点で,ですね、申し込むのであれば、まあこちらがね、獲得することが で、きるって言ったになりますでこのね、ANA JCB ワイドゴールドカードに関しては、まあ私がね、今、ANA のゴールドカードの中で、えー、一番ね、お勧めさせていただいているクレジットカードっていう風になりまして、基本スペックね、話していきたいなと思うんですけども、えー、15,400円年会費税込みにかかります。スマリボ利用で5000円減額ということで、こちらね、あの JCB のクレジットカードになりますんで、 つまりボ登録していただいてですね、一回利用していただくと5000円銀額受け入れますので、ひとまずね、入会キャンペーンが全部終わってからね、こちらは利用してください。これね、リボ払いなんで、メインカードでガンガンしてるとですね、繰り上げ返済しなかったり、それを忘れてしまうとね、非常に高い手数料を取られちゃったりしますので、キャンペーンの利用額終わるまでは、えー、これはね、考えないようにしてください。シゾカードにね、している方はこちらね、非常におすすめです。つまりボ登録して、そこら辺で一回カードを使えばね、5000円割引受け入れますの、ね、で、 1万400円で維持することができますで家族カードは4400円4還元率は1% ANML 還元率は1%還元 最大 ANA マル還元率は1.075ということで、こちらね、あの、スターメンバーっていうのがね、JCB にありまして、ま、それがね、あの、前年の利用300万円を超えると、プラスアルファみたいな感じでポイントがもらえて、それがおきどきボーナスポイントで、それを交換すると 0. 0、0.075%還元がね、上乗せていたがちになります。で、ANA のね、サービス、航空券とか購入する際は2%還元、溜まるポイントはおきどきポイント、入会継続ボーナスは2000マイル、登場ボーナスマイルが2 25%増量でで旅行保険が国内外自動付帯で利用することができますこのね、ANAJCB ワイドゴールドカードの一番のおすすめポイントはやはりこれですね。この1万円ちょっとでですね、年会費ね、旅行保険が自動負帯でねあの、ついてくるクレジットカードって非常に少ないですので、これがね、非常におすすめポイントっていった味になります。 ANA d y n a s とかもね、自動付帯で利用することができると思うんですけども、年会費がね、ちょっと高かったりいたしますので、まあこの点ではね、やはりね、ANA JCB ワイドゴールドカードね、非常におすすめのね、ポイントになります。で、空港ラウンジやカードラウンジね、ガールドカードなので利用することができて、グループやアップルペンも利用することができて、国際ブランドは JCB 発行元は JCB カードのクレジットカードって言ったがちになります。 今回ですね、まだね、20万マイル獲得することができるキャンペーンがやっておりますので、これをね、取りこぼしたくないっていう方は申し込んでも、まあ全然いいんじゃないかと思いますので、今までね、14万マイルとかね、最大18万とかもね、ダイナスであったと思いますけども、20万超えるってね、なかなか、 今までね、聞いたことがないね、キャンペーンになりますので、もしね、発行検討される方は、できるだけね、この JCB のゴールドカードもね、なくなんないうちに、あの、利用ね、してみていただければなと思います。何度も言ってますけども、復活すればね、空地下カードのゴールドカードの方はね、獲得マイル数は多くなるわけなんですけども、ならなかったらね、意味はありませんので、まあひとまずね、今回ね、空地下カードはですね、一般ゴールドね、えー、含めて、 受付停止になってしまいましたので、解説ね、させていただきました。はい、ということで、今回ですね、ANA JCB ソラチカカードの一般カード、ゴールドカードね、新規入会キャンペーンの影響で、受付停止がね、発表されましたので、 解説ね、させていただきました。ANA JCB ワイドゴールドカードに関しては、現時点ではですね、申し込むことができるっていう風になっておりますので、まあ来月ね、もしかしたらソラ地カ,カード復活するかもしれませんので、まあここはね、ご自身で判断していただければなと思うんですけども、やはりね、23万マイルはね、あの、インパクトが強かったですね。もしかしたらあるかなとは思ってたんですけども、本当に現実になるとはね、 思ってなかったので、非常にびっくりですね。はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルク診断、ポイントサイド診断ね、こちらから無料で利用することができますので、ぜひチェックしていただくと、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。